ふわふわ気分のなおです。今回はリゼロのレムリンのコスプレをしました。はい、まあこんな感じですけど、今回の内容はサムネの画像にも載せていますけど、まあこのように鬼滅の刃の禰豆子の画像を載せています。はい。で、なんで今回こういう禰豆子の画像を載せてるかって言いますと、最近 YouTube で流行ってることがありまして、動画のタイトルやサムネに鬼滅の刃関連の情報を載せると再生数が伸びるんではないかっていうことが、まあ、話題になっていましたので、私の方でも今回この流れに乗ってやってみました。はい。でね、はい。でね、リゼロと鬼滅の刃、まあ、関係ないやんって、まあそうなんですけど、まあ一応ね、禰豆子とレムリンは鬼っていうことで、まあ鬼つながりっていうことで、まあね、まあ今回ね、やってみました。はい。すいません。本当にね、まあ、本当、鬼滅の刃と本当関係ない内容になってしまいましたけど、ね、すいません。これでチャンネル登録解除とか、ね、低評価とか、やめてね。すいません。はい。はい。これで、再生数が伸びるかどうかを検証していきたいと思います。で、ね、まあ、これだけだとね、内容が短すぎちゃいますので、まあ、ちょっとね、リゼロ残すして鬼滅の刃の話を、まあ、しようかなと思います。で、実はね、鬼滅の刃を見始めたのは、去年の終わり頃くらいなんですよね。それまではね、コスプレイベントで、竹を加えてる子が、ね、やたら見かけたので、本当になんか気になって、それで、鬼滅の刃を、Amazon プライムで、Amazon、ビデオで26話一気に見てみましたけど、まあ、内容的にはやっぱ面白くて、でどんどん見入ってしまいました。はい。まだ鬼滅の刃のアニメを見ていない方で興味がありましたら、ぜひ見てみてもいいかなと思います。はい。今回は再生数が伸びるかどうかを鬼滅の刃で試してみるっていう、まあ、内容になってしまいましたが、はい、今回は以上になります。はい、良かったと思いましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、あと良かったらコメントもお願いいたします。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。